令和6年4月7日場所は福岡春日公園球技場にて九州アメリカンフットボール50周年記念プロジェクトのイベントとして一貫で行います。九州ボールに祝うかのように第1回フラッグフット九州ボールが行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。両チーム審判団に招かれましてフィールドの中に中央を取りました。この両チームともに九州トーナメント勝ち上がってまいりました強敵です。九州トーナメント勝ち上がりましてこの場に挑みましたのは手前側にありますマッスル糸島、それに対しましてプレアレス福岡サンズの選抜メンバーオール九州が挑む形でこの一戦に挑みます。アメフト YouTuber のアメフトニックスの愛知の準備しています。よろしくお願いします。いい天気に恵まれまして、本日はですね、私が会場 MC をさせていただきますので、皆さんに分かりやすくフラッグフットボール、そしてアメリカンフットボールをお伝えしたいと思います。ぜひよろしくお願いします。ということでですね、まず今からフラッグフットボールの九州ボールが行われます。マッスル糸島さん対九州選抜ということになります。皆様にチームの紹介をしますと、マッスル糸島さんは2023年度の日本選手権で第4位という、まあ、フラッグフットボール界では知らない人はいない強豪チームとなります。対します赤のユニフォーム九州選抜はもうですね、九州中のいろんなチームが集まったもうオールスターとなっております。アメフトチームもあればフラッグフットボールのチームもいる、そんな夢のオールスターとなっております。さあ、まずはそんなオール九州のオフェンスからスタートです。まずはオール九州のオフェンス、このパスアップ成功。まずはパスプレーから入りましたオール九州、しかしそれをマッスル糸島11番見事にパスカットしまして防いでおります。パークラインを4回の攻撃終わるまでに超えます。そして最後はオレンジのボール立っているところに、タッチダウンという形になります。点数はアメフトと同じ6点です。先制になります。タッチダウンパスを決めましたのはオール九州となりました。ロングパスを投じましたコートバックのパスを LC は一度間見事にキャッチしまして、そのままエンドゾーンに打ち込んでタッチダウン。まずはオール九州がタッチダウンしまして先制を挙げております。6点獲得です。そしてトライ4ポイントに入ります。アメフトというところのキックですね。こちらもしエンド通り入れば1点となります。さあどうだ、見事トライ4ポイント成功しまして、オール九州さらに1点を追加しております。オール九州7点、マッスル糸島0点。まずはオール九州が先制する形になりました。続きましてマッスル糸島さんの攻撃です。さあ今度は反撃に入りますはマッスル糸島。さあ先制許しましたが、ここは攻撃奮闘しまして同点に追いつきたいところであります。先ほども言ったように、こちらもまずは4回の攻撃でハーフラインを超えることがまず第一目標となります。ただ先ほどのように一発タッチダウンも OK。 さあまずこちらはランプレーから入りました。フラッグフットボールはフェイクを間に合いましてランニングバックにタッチしました。ボールは左のピンを展開し約7ヤードほどレインという形になっております。今は大体5ヤードの10ヤード弱ぐらいですかね。もう前進です。さあセカンドダウンに変わります。さあセカンドダウン、インターセプトパーンオーバー。ここで糸島は下から投げる形で前パスを投じました。しかしそのパスを取りましたのは大九州、鮮やかな展開しましてこのパスを奪い取りターンオーバー、攻守交代となります。
攻撃展開まして、今度はオール糸島の、失礼しました、オール九州の攻撃に変わります。持ってダウンした位置からなので敵陣からです。これはまたたくさん行くのか。さあこちらまずパスプレー、今度は手前にいました19番にパスを投じまして、これが成功、約5ヤードほどゲインとなっています。10番のクォーターバック中村選手、熊本リトルマーベリックス、さあセカンドダウン2回目の攻撃に入ります。さあ中国のセカンダウン、パスを不成功、惜しくもインターセプトがありませんでした。再びパスプレーを投じましたが、しかしそのパス、あわやインターセプトという素晴らしいになるかという素晴らしいディフェンスによって阻まれました。これはマッスル広島86番、見事な対応でした。さあ2つ目のタッチダウンを許さない元4番係のダイスカット。さあオール九州サーダウン3回目の攻撃に入ります。サーダウン残り7ヤード、ダイスカッチ、これはさあこのパスプレー、鮮やかからパスプレー重ねます。エンドゾーン手前までしまいましたが、しかしこれは糸島なんとか封じ込んでいる。さあフォースターギターギリギリのところでフラッグを取り、エンドゾーンまで残り2ヤードの状況です。さあオール九州どのようなプレーを持ってくるでしょうか。ただフォースダウン残り1回です。勝負の攻撃、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。フォレススタートです、反則ですね、オフェンスの反則です。フォレススタート、不正なスタートを切りました。5ヤードバッタイという形になります。フラッグフットボールはいわゆるキックによる得点の取る方法がございません。したがいまして、このフォースダウンプレーを成功することが求められます。さあ試合再開となります。オール九州、さあこの7ヤード突破なるでしょうか。フォースダウンキャン、少し反則により追い込まれてしまったオール九州、最後の攻撃はこのパスはしかし不成功、エンドゾーン奥にレシーバー走り込ませ高さを生かしたパスを投じました。しかしオーバースローとなり、結果的にパス不成功に終わり、フォースダウン4回目の攻撃失敗によりテイクオーバー、攻守交代となります。さあ、マッスル広島見事な守備で、さあ守備でこの攻撃を取り返したマッスル広島、果たしてどのようなプレーを展開するか。まずパスプレーから入った、サイドスローの低い弾道のパスをワイドレシーバー10番に通しまして、約7ヤードから8ヤードのゲインに変えています。さあまずパスプレーによって前進しましたマッスル広島、セカンドダウン2回目の攻撃はどのようなプレーをチョイスするか。さあ再びパスプレーと、今度もアンダースロー下からのパスで起用が見えない形のパスを投じました。これが構想しまして獲得していますが、しかしハーフダウン、攻撃権更新には至っておりません。サーダウンに変えます。さあほぼ1ヤードあるかないかという状況のサーダウン、フィールドの半分まで来ました。マッスル広島3つ目の攻撃、ナイスダウン、ファースダウン、ここでマッスル広島ハンドプレーからクォーターバック86番右にフェイクしてブーツレ、これが構想しまして攻撃権更新、ハーフダウン獲得しファーストダウン獲得となっています。さあ相手陣に入りましてマッスル広島、エンドゾーンを狙う攻撃に入ります。敵陣に入っていきます。ファーストダウンオプションプレーでした。ハンドプレーからクォーターバック判断を判断して左方向に自ら独走、これが決まりましてエンドゾーンにそのまま駆け込んでタッチダウン、これでタッチダウン返しました、面白くなってきました。さあこれによりましてマッスル広島6点を返した形になっております。
そしてトライフォーポイント、さあこれ決まりますと同点ですが、さあこの攻防どうなるでしょうか。このプレーは失敗、得点止まりとなります。ここでパスプレーにより同点に図りましたが、しかしこれは決まらず、結果的に1点差の状況で攻守交代となります。さあ攻撃が変わりまして、今度はオール九州に変えます。さあわずかなリードではありますが、現在まだ優位は保っている。ここをさらに確実な形に得点狙おうというところでしょう。ここまで好調なパスプレーをそのまま継続するでしょうか。さあこれよりオール九州の攻撃に入ります。パスはこのパスはしかし不成功、パス失敗。オール九州順調な攻撃を展開するパスプレーをさらに重ねると、手前にいたレシーバーにアクロスパターンのパスを投じましたが、しかしこれをキャッチミス、パス不成功によりセカンドダウンに変わります。セカンダー20です。かなりロングなボールは、オール九州セカンダー次の攻撃に入ります。少しでも前進したい。これを今度は左に展開した1番へのパスでしたが、これはオーバースロー、パス不成功となりサードダウンに変わります。さあ2度パス、2度パスが不成功となり、非常に厳しい状況に変わりました。オール九州ここで攻撃権継続を図らんというプレーを選択するでしょうか、あるいは一発タッチダウンを狙うオンパスを投じるでしょうか。サーダンの攻防に入ります。3つ目を攻撃、オール九州さあどうですか。このパス不成功、さあここで一気にロングパスにより打開を図らんというところでしたが、しかしオーバースローとなりました。フォースダウンに変わります。結果的に前進できておりますので、フォースダウン20ヤードの状況にあります。オール九州これを突破するワンプレーは果たしてあるでしょうか。オール九州はここで攻撃権更新を避けるためにディフェンスを大きく下に下げています。パス不成功、ここで手前にいたレシーバーにパスを投じ、そこからキャッチアンドランで攻撃権更新図らんという選択でしたが、このパスしかしキャッチミスし、パス成功で攻守交代に変わります。結果的に攻撃権変わりまして、今度はマッス糸島の攻撃に入ります。マッス糸島一気に逆転図れる絶好の機会を得ました。さあこの機会を生かせるか、マッス糸島。さあランプレーが入ったが、これはオール九州ナイスディフェンス、トリッキーなハンドオフから何にわか走り抜けんというところをオール九州一番見事に対応しまして、ゲインを最低限3ヤードから4ヤードに止めております。さあマッス糸島はしかしセカンダー2回目攻撃に入る、再び今度もナイスディフェンス、今度は外に出るレシーバーに短いパスを投じまして、そこからキャッチアンドランかかるというところでしたが、これも一番見事に対応しまして、ゲインをほとんど与えておりません。サードダウンに変えます。さあパスが通ってる、しかし攻撃権更新に至っていないフォースダウンに変えます。パス成功です。キャッチしたのは86番パスの糸島裏選手。さあハーフダウンを獲得するまで残り5ヤードの攻防に入ります。マッス糸島突破し逆転の機会を継続することになるでしょうか。フォースダウン5の状況、パス成功、ナイスダウン、攻撃権更新しました。マッス糸島更新です。ディフェンスのプレッシャーありましたが、これをクォーターバック見事にかわしまして、パスを投じ、これが決まりまして攻撃権更新です。マッス糸島攻撃権更新しファーストダウン獲得となっています。さあマッス糸島相手陣に入ってのファーストダウン、ここは鮮やかなハンドオフによってゲインをしております。
ランニングスとクォーターバックがライドした状態でどちらが持つか分からない状況で前進し、結果的に約5ヤードプロゲインとなっています。さあ相手陣15ヤード位置に前入りました。マスリーとしますセカンダーの攻撃、さあリーフィッカーだ、スペシャルオフプレッシャー来る、かわしたナイスプライ答えトリッキーなリーフィッカー、後方のパスを繰り返し相手ディフェンスを散らしてロングパスを投じるというスペシャルプレーを展開しようとしましたが、ここで1番が見事なチャージをかけましてフラッグを通り、このプレーを阻止しました。さあマッスルとします、サードダウンに変わります。さあオフェンスを固めているかどのようなプレーか、さあ外へ振る、ここでトリッキーなプレーを展開しようとしましたが、これをボール吸収見事に対応しまし、しましてほとんどゲインなくフォースダウンに追い込みます。さあマッスルとしまここで15ヤードの状況を突破するワンプレーが期待されます。機会は1回フォースダウン最後の攻撃のチャンス、こちらも先ほどのは逆ですね、タッチダウンさえ取られなきゃいけないので、ボール吸収はボール前エンドゾーンのところに人数を集めた。さあそこをそこまでできるのか、まっすぐら糸島運命のフォースダウン抜いた、ここたばく自分で走れる、タッチダウン、またもやフォースダウン、ここで展開したのはランプレー、スクラムのランプレーでした。プレーアクションの席から一旦リラインドブースへ、そこからパスを投じると構えましたがディフェンスのプレッシャーを交わし、そこから緊急発進ランプレーに変えました。これが構想し、そのまま相手ディフェンスを背に受けるようにしてエンドゾーンに走り込み、タッチダウン、見事6点追加となりまして逆転になりました。このファイブポイントの成功、相手ディフェンスの上を高さで勝負しました。ジャンプ一戦このパスをキャッチし、見事エンドゾーン着しまして1点追加、マッスル糸島13点逆転になりました。どんなボールでしょうか。さあ今度は追いかける形になったオール九州ファーストダウンに入ります。まずパスプレー、今度は中央切れ込んだ16番にパスを通しまして約5ヤードから6ヤードのゲインに変えています。オール九州セカンダーの攻撃に入ります。さあセカンダここは確実に短いパスを投じまして少しずつ詰めを試してパスプレーを展開しております。オール九州サーダン残り8ヤードの状況、さあ横へ振っている、2番切り上がっていった、展開していました2番パスを投じると1パスをキャッチする形になりましたが、そこから相手のディフェンスが来ると判断しましてスクラップに変わりました。そしてディフェンスを一気にスピードでまくりまして、そのままエンドゾーン走り込んだ、タッチダウン、鮮やかなランを決めましてオール九州ここで同点に追いつきます。さあそしてトライフォーポイントに入る、しかしディフェンスナイスです。飛び子さんと長いパスを投じましたが結果的にオーバースローに変わりましてトライフォーは失敗、この結果現在得点は13対13の同点と変わりました。さあ大変面白い行動になってまいりました。フラッグフット九州号
現在前半まもなく終わらんという状況になりますが、マッスル糸島の攻撃に変えます。さあこの非常にトリッキーなフェイスプレーによってランプレーを展開していきます。青木選手、マッスル糸島、ここは中央に走り込んだバックスにボールをハンドオフしました。結果的に約5ヤードほどゲインとなっています。セカンドダウンに変わります。まっすぐ移動します。セカンダー、さあセカンダー、いろいろな体験を駆使していきます。まっすぐ移動します。ここでダブルフェイクからハンドオフをされたワックスがそこからパスを通りました。11番これを見事にキャッチし大きく前進しております。さあしかしまだハーフダウンを取っておりません。サードダウンに変わります。あえて取らなかったのでしょうか。わずか1ヤード残した状況になっていますが、さあどうするか。外へ出ていたため時計が止まっている模様です。このパスはしかし成功。プレッシャーかいくぐりワイドレシーバーへパスを投じましたが、わずかにコントロールに乱れた。このパスは不成功となっています。さあこれによりマックス・リトシマはフォースダウンに変わります。さあフォースダウン一致です。もう数センチもありません。おっと、これは非常に手がないプレーを取りました。固めた状況から短い下からのパスを投じ、カットされず、しかし着実にゲインする形でこのパスを成功させまして攻撃権更新です。この辺りはフラッグフット特有のスペシャルプレーといったところでしょう。さあ攻撃権継続になったマッスル糸島、相手陣に入ってのファースター。さあ外を振っている。さあプレッシャープレー入ってくれた。さあどう来るか。しかしこれはオール球種ナイスです。裏打ち強にランプレーによって展開を図らんというところでした。これは阻止しております。さあセカンダーに変わります。スクランブルはワークしていると見えます。オール球種です。セカンダーどうぞ。さあこれも裏を突く形でパスを投じました。キャプテンの10番一旦外に振って最初にスナップをした選手にパスを投じまして、そこからキャッチアンドランかからんというところでしたが、しかしこれはオール球種対応します。サードに変わります。しかしエンドゾーン残り10ヤードの状況。サードの残り10、さあ外へ振った。これは成功となりました。さあこのプレー阻止しフォースダウンに変えます。さあ追い切り手のナイスディフェンスにより追い込まれております。フォースダウンです。さあフォースダウン1点の状況です。面白い状況になっていますが、ここでどのようなプレーを持ってくるでしょうか。マッスル糸島スランするのか、またまた操作しないのか。ここでエンドゾーンにレシーバー走り込ませ、その奥を狙わんというパスを通しました。一気にタッチアウトにしまして得点状況を変えるというところでしたが、これは阻止しまして結果的に攻守交代に変わります。攻撃権は変わりまして今度はオール球種の攻撃と変わります。ナイスディフェンスです。前半残り時間は1分となっています。さあこの1分で得点上げることができるでしょうか。あるいはマッスル糸島これを阻止できるでしょうか。オール九州ファーストダウン、失礼しました、ファーストダウンの攻撃に入ります。さあまずパスは成功しました。ターゲット19番にパス通し、まず5ヤードほど確実なゲインを取りました。外へ出たため、ここで一旦時計が止まっている模様です。さあセカンダウンです。オール九州セカンダウンの攻撃。さあこれも通った。今度は中央切り込んだ8番にパス。
しかし今度は中で止まっているため時計が回り続けます。サードに変わります。残り距離は約7ヤードといったところでしょうか。ボール球種、これを突破するワンプレーとするでしょうか、あるいは一気に狙うのか。このパスは成功。一気に奥を伺うロングパスを投じました。しかしこれはマッスル糸島を見事にカバーしパス成功。ホースタに変わります。さあフォースダウン残り8ヤードの状況といったそうです。これを突破するワンプレーに期待するか、あるいは同じく一気にエンドゾーンを狙うか。オール九州フォースダウン、さあこのプランのタイミングは超えてない。ナイスディフェンス、ナイスディフェンス。パスは通りまして攻撃権更新ならぬというところでした。しかしこの攻撃権更新のギリギリのところでフラッグを取りまして、ここでプレーを阻止しています。結果的にここで攻守交代となりまして、マッスル糸島の攻撃に変わります。ナイスディフェンス。短い時間でエンドゾーンまで持っていくことができるのか。さあまずは外に振りました。しかし中で止まった形になっていますので時計が回り続けます。セカンドダウンに変わります。さあセカンドダウン、イエローフラッグが発生している模様。パスは成功していますが判定はどうでしょう。さあここで前半終了となります。残念ながらこれはタッチダウンに至っておりますので、ここで結果的に前半終了となりました。前半終えまして13対13という非常に面白い一戦になっております。折り返します。